え、なに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 ？めっちゃ AK 撃ってるやん。やる気だな。俺もしヘリ落ちたらさ、ラットタウン来ない？サプライシグナル出たし。やばい、ヘリ来る。てかこれどこの拠点がやってんだ？ん？拠点じゃない？え？あそこに拠点なんてあったっけ？あれか。もしかして列車の中からやって、え？逃げられてる。ちょっとこの辺にアイテム捨てて、あの拠点から撃ってんだ。え、多分ナパーム撃たれてた人いたんで、回収できるかもしれん。ん？あ、拠点同士でやり合ってんだ。あ、タレット置いてあるな。近づけないっすね、これ。でもまたヘリ来てる。やってるな。ナパーム撃つぞ。やばい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 。シューティングないのにやってるし。あれ、同じ拠点の人なのかな？え？外に出てる。あいつ死なないか。あ、でもトンプか。こっちは外壁巻いてあるからね。AK パクリに行けないんだよね。何人いんのここに。あのハンドメイド LMG は奪えるかも。あの拠点から撃たれそうだけどな。撃たれるよな、これ。え？めっちゃちゃんと当ててくる。てかやばい、俺ラットタウンの方に逃げたら、奪われるぞ、これ。で、壁がないんだよな。やばいやばいやばい。撃ってきてる。壁ないよ。え？うわぁ、でもあの3級ライフル倒したかったな。でもスクラップ736。これは持って帰りたかった。とりあえず、セーフゾーンの中に逃げれましたね。撃ってる。多分あの拠点に帰ってくと思うんで、そのタイミングで殺したいな。まあ、でもこれ一回拠点に持って帰る。で、またヘリ戻ってきましたね。無事帰宅。さすがに3級ライフル持ちは帰ったかな。わかんないね。どっかにいるのかもしれないけど。あ、こっちの方にはいないね。さすがに帰ったか。AK 持ち出てきてくれないかな、外。拠点上いますね。
出てきた。でも屋上にタレットがあって、あの拠点には近づけないんですよね。ん？ロケットランチャーの高速だ。一応貼り付けた。え、外壁これ見せかけだけなのか？いい気持ち出てきてくれ。足跡はしてますね。まあ夜になってしまったんですけど、出てくる気配ないな。二人ぐらいいたはずなんだけど、まあ、夜は活動しない感じかもしれん。レイド起き始めましたね。なんか前回と同じパターンのような気がするけど。いや、各所でロケットレイド起こってますよ、これ。そこぶち壊してるって感じなのかな。また部品系を分解していきます。まあ、ここは完全に風化し始めてるもんな。あ、てか、レイドされた後か。扉がねえ。完全に最深部まで行かれたんだ。ん？違うか。最深部まで行かれてない気がします。なんかこの奥のような気がするけど。さすがに分解終わってんな。いや、行きたいっすね。スクラップを気に入ってからだな。無事帰宅。戦い終わった気はするけど、ちょっと近く行ってみようか。ん？MP5 と AK これ、一緒に行動してる？あ、いるわ。やべ。バレた。エルクロ撃たれてる。これ裏取れたらでかいけどな。いや、引いてったな。借りたい。めっちゃ人いる。けどボルワークで撃たれてたやつがいるんだけど。あ、バレたわ。で、エルクロ撃ってきた人は多分引いた気がするんだよな。借りに来た。強すぎ。キーカードとかほぼほぼ必要ないんで、スクラップに買いに行こうと思うんですけど、なんかさっき豆缶グレネードの音落ちたんだよね。自分の拠点の目の前ぐらいで。まあ多分、ゾンビに誰かがたげられて、そのゾンビから、投げられたって感じだと思う。まあでもゾンビっぽいのはいないっすね。全焼基地までこれら持っていけるか。とりあえず今はスクラップ。ああ、なんかでも人いるな。開けられた。まで、なんか人いるな。リサイクラーに気づかれないといいけど。布が捨ててある。ということで、スクラップに変えていきましょう。スクラップちょうど500。めちゃくちゃ分解しきるの遅いんですけど、布も1880にあるんで、これもスクラップに変えに行こうかな。なんでロケットランチの筒持ってんの、こいつ。What do you want? なんかトンプソンとセミオートライフル変えて欲しかったっぽいけど、あいつ弾なかったから。やめました。とりあえず、少しだけスクラップに変えました。これで8倍スコープぐらいまで解放できないかな。自分の岩拠点の上からスナイパー撃ちたいんだよね。
無事帰宅。ということで、今回奪ったハンドメイド LMG とメタルマスクリサーチします。うわぁ、でも、ギリ足りないな、これ。8倍スコープ。AK と、ボルワーク解放。二つとももうちょっとだな。あとスクラップ300か。結局、この拠点の下の木箱は見てなかったんだよな。まあさすがに取られてるか。あんまり上手くなかった感じか。この辺、ボックスあんまないな。回られてる。あ、で、これ以上行くと、さっき狩られた場所行くな。まあ、銃声とかしないんで大丈夫だと思うけど。バラバラ箱を開けられてます。で、気になってるこの拠点。金属が壊れるのもうちょっとだな。まあ、ここはハニカムとして。また夜がきそうっすね。落とし穴みたいになってる。なるほど。四角がなくて全部三角でできてんのか。もう一回崩れたとしても、奥まで見れないかもな、これ。パラボラでちょっとスクラップ集めてきたんで、これで8倍スコープ解放。ボルトアクションライフルクラフトしたんすけど、強そうな敵が走ってたんだよね。メタルマスクとかつけてた気がすんだよな。今もしかしたらあの辺漁ってるかもしれないっすね。この下にベッド置いちゃうか。姿見えないな。あの拠点の人、オンラインになってほしいけどね。前上でボルアク打ってきてたんすけど。ん、いるわ。でも防護スーツだな。さっき俺が見た時はメタルマスクとかつけてた人がいたんすけどね。ん、こっち下ってきてる。もうちょっと引きつけよう。死んだ。手前の拠点の人かな。回収できないかもしれん。これだ。あ？あれ？なんか持ってたと思うけど。これだ。MP5。さっき木の風化拠点から取ったって感じっすかね。でもメタルマスクとかつけてた人、俺絶対見たんだよな。無事帰宅。適当にこの辺に3ベンチ置こう。これ炸裂じゃないよな。通常弾か。もう一回上から眺めてみます。あ、待って。バッグ俺回収できてないわ。ちょ、もう一回行こう。だよな、頭入れた時になんかポロッと落としたのは見えたんだけどね。いや、てか普通にあるわ。え、入ってるし。え、マジで。金属の胸当て。自分の拠点の外壁内に石を湧き始めた。
え、なんかばらまかれてんだけど。誰かが道沿い漁ってる？ん？あれ、レイドされたのかな？なんか上開いてますね。てか、見晴らし良すぎるだろ、ここ。やば。もっと人いたらいいんだけどな。で、4人仲良く寝てます。あ、走ってる。こっち来い、こっち来い、こっち来い。お、いいね、いいね。来てるよ、来てるよ、来てるよ。もうちょっと引きつけよう。え？なんで？死んだぞ。わけわからん。あいつ何？え、多分自殺したよな。なんで？多分道のど真ん中で死んでる。あれだ。え？あ？なんで自殺したの？よくわかんない。このままさっきの風化拠点見に行ってみようかな。崩れてます。走行板が出てきて、なるほど。ああ、でもその空間ってことか。なるほど。わかんない。多分この3マスぐらいなんですよね、三角が最深部。でもなんかあんま旨味ないかもな。まあ崩れるのもうちょっと待つか。ロケットレイド、この装備でちょっと邪魔しに行こうかな。さすがに、こっからは上がっていけない。どこレイドしてんだろう。見つけた。けどカスタム SMG なんで結構近づかないといけない。いや、あれフランケンシュタインか。うわ、カスタム SMG 弱すぎじゃねえか。で、さすがにもうレイド終わっちゃったかな。いや、結構惜しかったと思うんだけど、あいつ倒してたら、ロケットランチャーの弾とか回収できたわけか。全く音はしないっすね。まあ一応行ってみるけど。ん？え、まだ倒してねえのか、これ。ロケットランチャーの筒は取れてない。あぶね。ロケットランチャーの筒とかは一回置きに帰ったって感じなのかな。まあ拠点も近そうだったし。まあでも AK とか奪えたんで、それは良かったっすね。で、あと捨てたリュックサックも回収しないといけないな。よし、無事帰宅。徒歩で行くとマジで遠い。回収しましょう。ということで、今回はまあ、ギジェッツリーかなり進めましたね。で、次回あたりにロケットランチャーの弾解放して、山上の東拠点、レイドできたらなと思います。で、さっきね、爆薬練ってたんですけど、まあこの感じだったらロケットランチャーの弾20発ぐらいはクラフトできるかな。まあもうちょっとね、落ち着いたタイミングで
レイド行けたらなと思います。で、工具棚に資材も入れて風化させないようにしておきたいと思います。